はい、皆さんお疲れ様です。スレンダーニューホーププレイしていきたいと思います。このゲームはスレンダー8ページズっていうゲームがあって、そのゲームの、多分ね、オマージュっていうかファン作品なんだと思う。それは、スレンダーマンっていう化け物に追いかけられながら8枚のページを集めるっていうゲームだったんだけど、ちょっとね古いゲームで本当はそっちやろうと思ったんだけど、なんか今ダウンロードできないのかな、なんかうまくできなかったんで、でそしたらどうしようかなと思ってる時にちょっとこのゲームを見つけたんで、ちょっとやってみようかなと思います。ただデモ版なんでね、多分ちょっと短めかもしれないんだけど、とりあえずやっていきます。あー英語だ。インフォメーション、多分だけどデモ版だからバグとかそういうなんかパフォーマンスの問題があったりするので、あーフルバージョンがあるっつってんのかこれ。あ製品版もあるんだ。あそうなんだ、ごめんごめん、俺デモ版しかないと思ってた。まあとりあえず一回デモ版で遊んでみて面白かったらやろうか製品版もね。うわグラフィック結構綺麗だな。ん？サーバーメッセージ、プレスエスケープトゥクローズ。はい。まあこのゲームは、なんだろうな、まずスレンダーマンっていうのが、なんだろうな、背がめちゃめちゃ高い細長い男なんだけど、顔がのっぺらぼうなのよ。でそいつの姿を見ると、まあ基本的には死ぬ、なんか精神汚染されるのかな、その狂っちゃうみたいな感じで死ぬんだと思う。で、そのスレンダーマンっていうのが追いかけてくるんだけど、そいつやばいのが瞬間移動するんですよ。見たら死ぬくせに瞬間移動してくるから、いきなり目の前にワープしてきたりとかするんで、まあそういうのを避けながら、できるだけっていうか、まあそういった姿を見ないようにしながら、このステージの中に、多分左上に4分の0ってあると思うんだけど、4枚のページ?なんだろうな、この紙を集める。その紙を集める理由はわかんないんだけど、それを集めると、ゲームクリアっていう感じなのかな。これがなんかあれなのかな、スレンダーマンを追い払う力があるみたいな感じなのかな。なんか電話喋ってたね。今スルーしちゃったけどさ。まあ、ちょっと何言ってるか分かんないですけど、アメリカしか分かんなかったわ。なんかさ、この主人公さ、歩き方独特じゃない?なんかすごい車に構えてない?なんだろうな、こういうだるっとしてるのが、あ、2枚目。早いな。こういうだるっとしてるのがかっこいいって思う年頃なのかな。こういう森の中にも入れるんだ。あー、でもこういう木々の隙間に入るので結構危険で、なんでかっつうと、いきなり目の前にワープしてくる可能性があるのよ。うわっ!行くしかないね。行くしかないけど行けない。待って、森の中に入れない。いる?まだ後ろにいるね。こう突破しちゃうか。あ、通れない。え、待って、さっき通れたよね。なんで?待って、あいつ歩いてこないの?歩いてこないんだ。あ、そうなんだ。その最初に言った8ページズ、スレンダー8ページズの方は、あいつも歩いてきたのかな。多分歩いて追いかけたら、走っては来ないと思うんだけど、歩いて追いかけてくるから近づくだけでも結構危なかったんだけど、今回はワープしかしてこないのかな?この裏とかあるかな?ないな。ん?これは俺の音?スレンダーの音?俺の音か。あー、じゃあ基本ワープしかしてこないから、それはもしかしたら製品版では歩いたりするのかもしんないけど、今回は多少楽だね、じゃあ。なんか突然目の前に現れるとか、そういうのだけ回避できれば、基本は逃げられるのかな?ただ見てない間にさ、近づいてくる可能性もあるわけ。あ、3枚目。どこだ?どこにいる?どこにいる?どこにいる?え?いた?どこにいるんだ?この橋の下にいるのかな?パッと取っちゃうか。よし。え?どこにいた?下?あ、でもこの向こうとかにいたんだ。あ、なるほどね。その高低差の概念がないのか。何にせよ視界に入ったらアウトなんだ。うわ、難しいな、それ。じゃあこういう高いとことかはダメだね。あと嫌なのが、室内なんですよ。部屋の中に入っちゃうと、逃げ場がないんで、こことか、もうできるだけ上に行かない方がいいな。下歩いていきたいけど、うっと!こういう物が多いところも危険で、例えばこの視界を遮った直後に目の前にいるとか、そういうことがあるんですよ。確かに見てる間はワープしないんだけど、目を反らしたりすると見てる間は動くんで、だから視界を全部何かで埋めちゃうっていうのはすごい危険なのね。だからこういう木々のとことかあんまり歩きたくなくて、できるだけちゃんとした道を歩きたいんだよね。あ、怖い。あとは?行けそうな場所。でももう3枚だもんな。おっと?どこだ?いる?どこにいる?いたんだな、今。このデーンってのは多分いるってことだよね。他に、道あったっけ?こっちから来たのかな?向こうの焚き火がスタートしてんじゃねえかな?あ、そうだよね。
ここがスタート地点だ。こっちは行き止まりか。行き止まり？行き止まりだよな。行き止まりだ。あ、なんかあるわ、道。こっち行ってみようか。あ、でもステージ結構広いな。デモ版でこの出来は結構えぐいぞ。とりあえずまっすぐ進もうか。おっと？どっちだ？俺の足音か。あの、明るさとかもちょうどいいし、この森の雰囲気もすげえいいし、マップわかんないし、あ、建物だ。行きたくねー。マジか。あるかな？教会か。でも教会とかには、あ、でもどうなんだろうな。心霊的なもんでは別に、あ、4枚目じゃん。心霊的なもんでは別にないから、あれ？で、で、あれクリアしちゃった。あー、なるほどねー。なるほどねー。え、4枚以上あんのかな？やたら簡単に手に入っちゃったけど。まあ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 、面白かったね。Thank you for playing this demo. あ、いや、いいね。面白かった、面白かった。ちょっと最後あっさりクリアしちゃったけど。ちょっと若干取り直そうかなって思いはあるけど。まあいいかな。うん。あの、なんだろう、ドキッとする感じはもう最初の初見でしか味わえないから。フルバージョンちなみにどうなの？何があるの？うん。まあちょっと多分ブラウザが出ちゃったから、ブラウザが出ちゃったから見せられないんだけど、なんかね、アクセスしたらアクセスできませんってなってたんだけど。え？開発中止とかになったのかな。え、でもそしたらデモ版も消えるかな。そうだよな。うん。まあ、最後の挨拶しようかなと思ったら、なんか、Maybe you want to try out the new version。あー。このスレンダーニューホープとは別に、スレンダーダークウッズってのがあるんだ。あー、なるほど。それはちょっと後で調べてみようかな。うん。まあ、何にせよ面白かったんで、まあ、最近も出たら、ちょっとちょっと簡単すぎたけどね。もうちょっと難易度あってもいいかなっていう感じはしたけど、まあデモ版だからっていうのはきっとあると思う。なんでね、いつか製品版出たらまたやろうかなと思いますし、このダークウッズでもちょっと調べてみてね、なんかできそうだったらやってみようかなと思います。はい、じゃあ今回ちょっとね、短いかもしれないけどこれで終わりにしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。後ろには気をつけてね。ご視聴ありがとうございました。動画も配信も頑張っていこうと思ってますので、ぜひ押してもらえると嬉しいなって思います。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。